日本へ来てからどのぐらい経ちましたかまだ三ヶ月しか経っていません寮の生活はどうですかここではいろいろなことを自分でやらなければなりませんから困りました国にいた時家では自分の部屋の掃除しかしませんでしたから食事も自分で作らなければなりませんかいいえ食事は作らなくてもいいです毎日食堂で食べています 日本へ来てからどのぐらい経ちましたかまだ3ヶ月しか経っていません。日本へ来てからどのぐらい経ちましたかまだ3ヶ月しか経っていません。日本へ来てからどのぐらい経ちましたかまだ3ヶ月しか経っていません。寮の生活はどうですかここでは色々なことを自分でやらなければなりませんから困りました。 国にいたとき、家では自分の部屋の掃除しかしませんでしたから。寮の生活はどうですか。ここではいろいろなことを自分でやらなければなりませんから困りました。国にいたとき、家では自分の部屋の掃除しかしませんでしたから。寮の生活はどうですか。ここではいろいろなことを自分でやらなければなりませんから困りました。国にいたとき、家では自分の部屋の掃除しかしませんでしたから。 食事も自分で作らなければなりませんかいいえ食事は作らなくてもいいです毎日食堂で食べています食事も自分で作らなければなりませんかいいえ食事は作らなくてもいいです毎日食堂で食べています食事も自分で作らなければなりませんかいいえ食事は作らなくてもいいです毎日食堂で食べています もうう一度聞きましょう日本へ来てからどのぐらい経ちましたかまだ3か月しか経っていません寮の生活はどうですかここではいろいろなことを自分でやらなければなりませんから困りました国にいた時家では自分の部屋の掃除しかしませんでしたから食事も自分で作らななければなりませんかい,いえ食事は作らなくてもいいです毎日食堂で食べています 日本へ来てからずっと元気でししたた。かええ、元気でしたでも国ではよく学校を休みましたではあなたが日本へ来るときお母さんは心配したでしょうねええ私の体のことをとても心配しました私は母がくれた薬を日本に持ってきましたその薬はままだありますかい,いえもうありません友達が病気になったときあげましたそうですか。 マナさんも健康に注意してくださいええ私ももっと体を丈夫にしなければならないと思っていますマナさんは健康保険に入っていますかいいえ入っていません保険に入る人は日本人でなければならないでしょういいえ日本人でなくても構いません外国人でもいいです病気になった時あまりお金を払わなくてもいいですよそうですかわかりました 日本へ来てからずっと元気でしたかええ、元気でした。でも国ではよく学校を休みました<ス>。日本へ来てからずっと元気でしたかええ、元気でした。でも国ではよく学校を休みました。日本へ来てからずっと元気でしたかええ、元気でした。でも国ではよく学校を休みました。 では、あなたが日本へ来るときお母さんは心配したでしょうねええ、私の体のことをとても心配しました。私は母がくれた薬を日本に持ってきましたでは、あなたが日本へ来るときお母さんは心配したでしょうねええ、私の体のことをとても心配しました。私は母がくれた薬を日本に持ってきました ではあなたが日本へ来るときお母さんは心配したでしょうねええ私の体のことをとても心配しました私は母がくれた薬を日本に持ってきましたその薬はまだありますかいいえもうありません友達が病気になったときあげましたそうですかその薬はまだありますかいいえ もうありません。友達が病気になった時、あげました。そうですか。その薬はまだありますかいいえ、もうありません。友達が病気になった時、あげました。そうですか。マナさんも健康に注意してください。ええ、私ももっと体を丈夫にしなければならないと思っています。 マナさんも健康に注意してくださいええ私ももっと体を丈夫にしなければならないと思っていますマナさんも健康に注意してくださいえ、私ももっと体を丈夫にしなければならないと思っていますマナさんは健康保険に入っていますかいいえ入っていません保険に入る人は日本人でなければならないでしょう。 マナさんは健康保険に入っていますかいいえ入っていません保険に入る人は日本人でなければならないでしょうマナさんは健康保険に入っていますかいいえ入っていません保険に入る人は日本人でなければならないでしょういいえ日本人でなくても構いません外国人でもいいです病気になった時 あまりお金を払わなくてもいいですよそうですかわかりましたいいえ日本人でなくても構いません外国人でもいいです病気になった時あまりお金を払わなくてもいいですよそうですかわかりましたいいえ日本人でなくても構いません外国人でもいいです病気になった時あまりお金を払わなくてもいいですよそうですか わかりましたもう一度聞きましょう日本へ来てからずっと元気でしたかええ元気でしたでも国ではよく学校を休みましたではあなたが日本へ来るときお母さんは心配したでしょうねええ私の体のことをとても心配しました私は母がくれた薬を日本に持ってきました その薬はまだありますかいいえもうありません友達が病気になったときあげましたそうですかマナさんも健康に注意してくださいええ、私ももっと体を丈夫にしなければならないと思っていますマナさんは健康保険に入っていますかいいえ入っていません保険に入る人は日本人でなければならないでしょう。 いいえ日本人でなくてもかまいません外国人でもいいです病気になった時あまりお金を払わなくてもいいですよそうですかわかりました日本の習慣はい初めて寮へ来た時玄関で靴を脱がなければなりませんでしたその時はちょっと変だと思いましたが今はいい習慣だと思っています 日本の習慣は、あなたの国とだいぶ違いますかはい。初めて寮へ来た時、玄関で靴を脱がなければなりませんでした。日本の習慣は、あなたの国とだいぶ違いますかはい。初めて寮へ来た時、玄関で靴を脱がなければなりませんでした。日本の習慣は、あなたの国とだいぶ違いますかはい。初めて寮へ来た時、玄関で靴を脱がなければなりませんでした。 その時は、ちょっと変だと思いましたが、今はいい習慣だと思っています。その時は、ちょっと変だと思いましたが、今はいい習慣だと思っています。その時は、ちょっと変だと思いましたが、今はいい習慣だと思っています。もう一度、聞きましょう。日本の習慣は、あなたの国と、だいぶ違いますか。はい。 初めて寮へ来た時玄関で靴を脱がなければなりませんでしたその時はちょっと変だと思いましたが今はいい習慣だと思っています山田さん一つ質問したいことがあります先週事務室で学生証を受け取りました外出する時これを持っていなければなりませんか外国人登録証証明書はは、持っていななければなりません。でも学生証は 持っていてもいなくても構いません。ではどんなとき学生証を使いますか。定期券を買ったりするとき使います。J.R. も他の私鉄も学生の定期の料金を四十パーセントも安くしています。山田さん、一つ質問したいことがあります。先週事務室で学生証を受け取りました。外出するとき これを持っていなければなりませんか。山田さん、一つ質問したいことがあります。先週事務室で学生証を受け取りました。外出するとき、これを持っていなければなりませんか。山田さん、一つ質問したいことがあります。先週事務室で学生証を受け取りました。外出するとき、これを持っていなければなりませんか。 外国人登録証明書は持っていなければなりません。でも、学生証は持っていてもいなくても構いません。外国人登録証明書は持っていなければなりません。でも、学生証は持っていてもいなくても構いません。外国人登録証明書は持っていなければなりません。でも、学生証は持っていてもいなくても構いません。 では、どんなとき学生証を使いますか定期券を買ったりするとき使います。JR も他の施設も学生の定期の料金を40%も安くしています。では、どんなとき学生証を使いますか定期券を買ったりするとき使います。JR も他の施設も学生の定期の料金を40%も安くしています。 ではどんなとき学生証を使いますか定期券を買ったりするとき使います jr も他の施設も学生の定期の料金を40%も安くしていますもう一度聞きましょう山田さん一つ質問したいことがあります先週事務室で学生証を受け取りました外出するとき これれを持っていなければなけばりませんか外国人登録証明書は持っていなければなりません。でも学生証は持っていてもいなくても構いません。では、どんな時学生証を使いますか定期券を買ったりする時使います。JR も他の私鉄も学生の定期の料金を40%も安くしています。 もう夏休みの予定を決めましたかいいえ、まだ決めていません。泳ぎに行きたいと思いますが、どこかいいところを知りませんか南伊豆の下田はどうでしょうか東京から何時間ぐらいで行けますか特急電車だったら2時間ぐらいで行けるでしょう。行く方法はいろいろあります。車で行くこともできますよ。 もう夏休みの予定を決めましたかいいえ、まだ決めていません。泳ぎに行きたいと思いますが、どこかいいところを知りませんかもう夏休みの予定を決めましたかいいえ、まだ決めていません。泳ぎに行きたいと思いますが、どこかいいところを知りませんかもう夏休みの予定を決めましたかいいえ、まだ決めていません。 泳ぎに行きたいと思いますが、どこかいいところを知りませんか。南伊豆の下田はどうでしょうか。東京から何時間ぐらいで行けますか。南伊豆の下田はどうでしょうか。東京から何時間ぐらいで行けますか。南伊豆の下田はどうでしょうか。東京から何時間ぐらいで行けますか。 特急電車だったら、2時間ぐらいで行けるでしょう。行く方法は色々あります。車で行くこともできますよ特急電車だったら、2時間ぐらいで行けるでしょう。行く方法は色々あります。車で行くこともできますよ特急電車だったら、2時間ぐらいで行けるでしょう。行く方法はいろいろあります。車で行くこともできますよ もう一度聞きましょう。もう夏休みの予定を決めましたかいいえ、まだ決めていません。泳ぎに行きたいと思いますが、どこかいいところを知りませんか南伊豆の下田はどうでしょうか東京から何時間ぐらいで行けますか特急電車だったら2時間ぐらいで行けるでしょう。行く方法はいろいろあります。車で行くこともできますよ。 アリさんは運転ができますかええ、できます。でも道がよくわからないから電車で行きたいですね。何人で行きますか国の友達と二人で行きます。それはいいですね。その人は日本語が話せますかあまり話せませんが、簡単な会話だったらできます。それだったら大丈夫ですね。泊まるところはどこにしますか まままだ決めていませんががもしし料金が安かったら旅館にします民宿だったら安いですよこの頃は外国の人たちも泊まるようになりました民宿というのは何ですか夏の間など特別な時だけ客を泊める家のことですその家の人は普通は農業とか漁業とか他の仕事をしています 食事代もあまりかかりません。では、民宿に泊まることにします。アリさんは運転ができますかええ、できます。でも、道がよくわからないから電車で行きたいですね。アリさんは運転ができますかええ、できます。でも、道がよくわからないから電車で行きたいですね。アリさんは、 運転ができますかええ、できますでも道がよくわからないから電車で行きたいですね何人で行きますか国の友達と二人で行きます何人で行きますか国の友達と二人で行きます何人で行きますか国の友達と二人で行きます

それだったら大丈夫ですね。止まるところはどこにしますか？まだ決めていませんが、もし料金が安かったら旅館にします。それだったら大丈夫ですね。止まるところはどこにしますか？まだ決めていませんが、もし料金が安かったら旅館にします。それだったら大丈夫ですね。止まるところはどこにしますか？ まだ決めていませんが、もし料金が安かったら旅館にします。民宿だったら安いですよ。この頃は外国の人たちも泊まるようになりました。民宿というのは何ですか民宿だったら安いですよ。この頃は外国の人たちも泊まるようになりました。民宿というのは何ですか 民宿だったら安いですよ。この頃は外国の人たちも泊まるようになりました。民宿というのは何ですか夏の間など特別な時だけ客を泊める家のことです。その家の人は普通は農業とか漁業とか他の仕事をしています。食事代もあまりかかりません。では民宿に泊まることにします。 夏の間など特別な時だけ客を止める家のことです。その家の人は普通は農業とか漁業とか他の仕事をしています。食事代もあまりかかりません。では民宿に泊まることにします。夏の間など特別な時だけ客を止める家のことです。その家の人は普通は農業とか 漁業とか他の仕事をしています。食事代もあまりかかりません。では、民宿に泊まることにします。もう一度聞きましょう。アリさんは運転ができますかええ、できます。でも、道がよくわからないから、電車で行きたいですね。何人で行きますか国の友達と。 二人で行きます。それはいいですね。その人は日本語が話せますかあまり話せませんが、簡単な会話だったらできます。それだったら大丈夫ですね。泊まるところはどこにしますかまだ決めていませんが、もし料金が安かったら旅館にします。民宿だったら安いですよ。この頃は外国の人たちも泊まるようになりました。 民宿というのは何ですか夏の間など特別な時だけ客を泊める家のことですその家の人は普通は農業とか漁業とか他の仕事をしています食事代もあままりりかかりませんでは民宿に泊まることにします お客さん、ちょっと失礼しますはいどうぞこのノートにお客さんの住所と氏名を記入してくださいませんか年齢と国籍もお願いしますそれから夕食は魚や貝の刺身ですがいかがですか私たちは二人とも生の魚は食べられません煮たり焼いたりしたら食べられますがでは他の料理を考えてみましょう それから、もし明日天気が良かったら、朝五時ごろ船で釣りに行きます。どうですか一緒にいらっしゃいますかそれはいいですね。起きられたら行ってみましょう。お客さん、ちょっと失礼します。はい、どうぞ。 お客さん、ちょっと失礼します。はい、どうぞ。お客さん、ちょっと失礼します。はい、どうぞ。このノートにお客さんの住所と氏名を記入してくださいませんか。年齢と国籍もお願いします。それから、夕食は魚や貝の刺身ですが、いかがですか。 このノートにお客さんの住所と氏名を記入してくださいませんか年齢と国籍もお願いします。それから、夕食は魚や貝の刺身ですが、いかがですかこのノートにお客さんの住所と氏名を記入してくださいませんか年齢と国籍もお願いします。それから、夕食は魚や貝の刺身ですが、いかがですか

もし明日天気が良かったら朝5時ごろ船で釣りに行きますどうですか一緒にいらっしゃいますかでは他の料理を考えてみましょうそれからもし明日天気が良かったら朝5時ごろ船で釣りに行きますどうですか一緒にいらっしゃいますかでは他の料理を考えてみましょうそれからもし明日天気が良かったら朝5時ごろ 船で釣りに行きます。どうですか一緒にいらっしゃいますかそれはいいですね。起きられたら行ってみましょう。それはいいですね。起きられたら行ってみましょう。それはいいですね。起きられたら行ってみましょう。もう一度聞きましょう。 お客さんちょっと失礼しますはいどうぞこのノートにお客さんの住所と氏名を記入してくださいませんか年齢と国籍もお願いしますそれから夕食は魚や貝の刺身ですがいかがですか私たちは2人とも生の魚は食べられません煮たり焼いたりしたら食べられますが では他の料理を考えてみましょうそれからもし明日天気が良かったら朝5時頃船で釣りに行きますどうですか一緒にいらっしゃいますかそれはいいですね起きられたら行ってみましょうマナさん食料はもう車に乗せましたかはいもう乗せました食器の箱はトランクに入れましたこの椅子も入れますか それは大きいから入らないでしょう置いていきます椅子やテーブルはキャンプ場で借りられるでしょうでは隣の席に乗ってください出発しましょうマナさん食料はもう車に乗せましたかはいもう乗せました食器の箱はトランクに入れましたこの椅子も入れますかこの椅子も入れますか この椅子も入れますかそれは大きいから入らないでしょう。置いていきます。椅子やテーブルはキャンプ場で借りられるでしょう。それは大きいから入らないでしょう。置いていきます。椅子やテーブルはキャンプ場で借りられるでしょう。それは大きいから入らないでしょう。置いていきます。椅子やテーブルはキャンプ場で借りられるでしょう。では、 隣の席に乗ってください。出発しましょう。では、隣の席に乗ってください。出発しましょう。では、隣の席に乗ってください。出発しましょう。もう一度聞きましょう。マナさん、食料はもう車に乗せましたかはい、もう乗せました。食器の箱はトランクに入れました。この椅子も入れますかそれは大きいから。 入らないでしょう置いていきます椅子やテーブルはキャンプ場で借りられるでしょうでは隣の席に乗ってください出発しましょう今日は土曜日なので車が多いですね普通の日だったらもっと早く走れますが川を渡ってから西の方へ走ってきましたね車は今どの辺を走っていますか相模湖のそばを通っています。 向こうに車がたくさん止まっています、ね。あの辺から富士山がきれいに見えますよ。あ、見えました。ちょっと写真を撮りたいですね。今日は土曜日なので車が多いですね。普通の日だったらもっと早く走れますが今日は土曜日なので車が多いですね。普通の日だったら もっと早く走れますが。川を渡ってから西の方へ走ってきましたね。車車はは今今どのの辺をを走走っっっててていまますかか川渡ら西方へきしたね。 どの辺を走っていますか川を渡ってから西の方へ走ってきましたね。車は今どの辺を走っていますか相模湖のそばを通っています。向こうに車がたくさん止まっていますね。あの辺から富士山がきれいに見えますよ。相模湖のそばを通っています。向こうに車がたくさん止まっていますね。 あの辺から富士山が綺麗に見えますよ。相模湖のそばを通っています。向こうに車がたくさん停まっていますね。あの辺から富士山が綺麗に見えますよ。あ、見えました。ちょっと写真を撮りたいですね。では、橋を渡ってから車を止めましょう。 見えました。ちょっと写真を撮りたいですねでは橋を渡ってから車を止めましょうあ見えましたちょっと写真を撮りたいですねでは橋を渡ってから車を止めましょうもう一度聞きましょう今日は土ね。普通の日だったらもっと早く走れますが。 川を渡ってから西の方へ走ってきましたね車は今どの辺を走っていますか相模湖のそばを通っています向こうに車がたくさん止まっていますねあの辺から富士山が綺麗に見えますよあ、見えましたちょっと写真を撮りたいですねさあ、夕食の用意を始めましょうマナさんは森へ行って 木の枝を集めてきてきください。私は米を洗ったり野菜を切ったりしますわかりましたでは行ってきますあマナさん早いですね森の中に枝がたくさん落ちていましたそれで楽に集められましたでは火をつけて肉を焼きましょうさあが焼けましたいい匂いでしょう,うわあ 本当にいい匂いがしますねご飯もできましたよさあ早く食べましょうさあ夕食の用意を始めましょうマナさんは森へ行って木の枝を集めてきてください私は米を洗ったり野菜を切ったりしますわかりましたでは行ってきますさあ夕食の用意を始めましょう マナさんは森へ行って木の枝を集めてきてください。私は米を洗ったり野菜を切ったりします。わかりました。では行ってきます。さあ夕食の用意を始めましょう。マナさんは森へ行って木の枝を集めてきてください。私は米を洗ったり野菜を切ったりします。わかりました。では行ってきます。 The あ、マナさん早いですね。森の中に枝がたくさん落ちていました。それで楽に集められました。あ、マナさん早いですね。森の中に枝がたくさん落ちていました。それで楽に集められました。あ、マナさん早いですね。森の中に枝がたくさん落ちていました。Yeah, それで楽に集められました。 では、火をつけて、肉を焼きましょう。では、火をつけて、肉を焼きましょう。では、火をつけて、肉を焼きましょう。さ、肉が焼けました。いい匂いでしょう。わあ、本当にいい匂いがしますね。さ、 肉が焼けました。いい匂いでしょう。わあ、本当にいい匂いがしますね。さあ、肉が焼けました。いい匂いでしょう。わあ、本当にいい匂いがしますね。ご飯もできましたよ。さあ、早く食べましょう。ご飯もできましたよ。さあ、早く食べましょう。 ご飯もできましたよ。さ、早く食べましょう。もう一度聞きましょう。さあ、夕食の用意を始めましょう。マナさんは森へ行って、木の枝を集めてきてください。私は米を洗ったり、野菜を切ったりします。わかりました。では行ってきます。あ、マナさん早いですね。森の中に枝がたくさん落ちていました。 それで楽に集められましたでは火をつけて肉を焼きましょうさあ肉が焼けましたいい匂いでしょうわあ本当にいい匂いがしますねご飯もできましたよさあ早く食べましょうちょっと湖の方へ行ってみましょう夕日が大きく見えますよ 素晴らしい夕焼けですね東の空にはもう星が出ています一つ二つ三つ数が多いので数えられません草の間から虫の鳴く声が聞こえます秋が近いですねちょっと湖の方へ行ってみましょう夕日が大きく見えますよちょっと 湖の方へ行ってみましょう夕日が大きく見えますよちょっと湖の方へ行ってみましょう夕日が大きく見えますよ素晴らしい夕焼けですね東の空にはもう星が出ています一つ二つ三つ数が多いので数えられません素晴らしい夕焼けですね 東の空にはもう星が出ています一つ二つ三つ数が多いので数えられません素晴らしい夕焼けですね東の空にはもう星が出ています一つ二つ三つ数が多いので数えられません草の間から虫の鳴く声が聞こえます秋が近いですね 草の間から虫の鳴く声が聞こえます秋が近いですね草の間から虫の鳴く声が聞こえます秋が近いですねもう一度聞きましょうちょっと湖の方へ行ってみましょう夕日が大きく見えますよ素晴らしい夕焼けですね東の空にはもう星が出ています 1>, 1つ2つ3つ数が多いので数えられません草の間から虫の鳴く声が聞こえます。秋が近いですね